レーム純正なんですけど、いやもう次からダメなんですよとか言えるようになったりとかするから、ねうんまあ、検査員からしたらいいんじゃないかな、うん、でもうちらみたいななんかちょっとよくわかんない車乗ってる人しかわかんないぐらいどうなの。皆さんこんにちは、メカニック TV サポーターののんちゃん R です。ゆきさん本日もよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルは整備士や車が好きで車に興味のある方に向けた情報チャンネルです。株式会社レソリューションがお届けいたします。さて今日はメカニック TV のホームページに寄せられた視聴者様からの悩み質問のお便りについてお答えしたいと思います。早速ですが読んでいきたいと思います。令和3年4月1日からナンバープレートに関する規則が罰則化されますね。ナンバープレート位置や純正位置など車検に通らなくなるらしいんですが、整備士目線ではどうお考えでしょうか。ディーラーでは整備も受け付けなくなるとか。そうなんだですね。厳しくなるみたいですね。なんかちょくちょくなんかこういうのいっぱい出てくるよね。そうですよね。ちょこちょこ変わって、これがダメになるとか、うんうん、これがダメになるとか、そうです、知らぬ間に変わってたりすることですね。でもなんかどんどんなんか厳しくなってる風に見えるけど、いざちゃんと読んでみると、あ、うん、別にうんっていうの多いよね。まあそうですね。なんか厳しく聞こえるけど、うん、ちゃんとなんかバラして読んでみると、うん、あ、別にそんな今までとあんま変わんないわ、ね、みたいなのもあるよね。うん、これはちょっとわかんないわ。何が変わるの？まず角度について厳密な規定が行われるほか、フレームやボルトカバーについても明確な基準が設けられます。今まで明確な基準がなかったみたいですね。あ、そうなんだ。はい、まあ、だからナンバーは絶対まず見えなきゃいけないじゃん。で、一応余白みたいなのがあるじゃんね、うん、ナンバーに。その余白が何パートが決まってきたってこと？見えれば OK だったのが、見えれば OK が、フレームは何センチ、端から何ミリとか、ボルトはボルトの中、端から何ミリ、細かく決めない。角度も前向き何ミリ、左向き、だからさ、まあ検査員からしたらそうしてくれた方がマジでありがたいよね。そうですよね。なんかふわふわしてたわけでしょ、今までが。そこまで細かく決まってなかった。でも自分が仕事で検査員やるってなったら、もう数字出してくれた方が、なんか、うんうん、あ、これダメですって言いやすかったりさ、そうですよね、するし、そのクレームにもなんないから、うん、まあ検査員とか整備士目線から考えたら、ありがたいんじゃないの、うん、仕事しやすくなったな。そうですね。あ、これダメですって言える。うんうんうん、でもこのフレーム、純正なんですけど、いやもう次からダメなんですよ、とか言えるようになったりとか、するから、うん、まあ、検査員からしたらいいんじゃないかな、うん、でもうちらみたいななんかちょっとよくわかんない車乗ってる人しかわかんないぐらいどうなの、まあ、そうですよね。だってこれなんか見るとさ、確実な取り付けをしなきゃいけない。そうですね。純正相当に確実な取り付け、うん、ってなったらさ、とは書いてないですよ、法律。あ、書いてはいないんだ。はい、はい、法律に書いてあるのは確実に取り付けてあること。確実に取り付けてあること、うん、確実に、そう、確実問題ね。確実問題。あ、悩むね。あれだって、あれのっちゃんの GTR は何、ね、社外エアロについてますけど、エアロ何、 FRP？ FRP、 私も FRP についてるもん。 FRP にボルトで付けてるのは確実なのかな。なりますね。なっちゃうよね。 そこがまた、まあ、それさ、タイラップとかではつけない、さすがにね、ナンバーをさ、うんうん、ちゃんと、まあ、バンパーをタイラップつける人いるかもしれないけど、ナンバーはさすがにしないし、うんうん、私のもちゃんとステーみたいなのがついてて、うんうん、まあ、角度つけれない、ちゃんと水平っての平行で、うんうんうん、でも受け口は FRP だわ。そうですよね。そうそうそう、うん、純正バンパーの強度というか、それにしかダメって言われたら、うん、もうエアロもつけれないけど、そういう確実についてればいいでしょ。そうですね。遠ミリ2本でついてればいいんじゃないの、うん、遠ミリ2本でそういうことじゃないの。そうですよね。ね、それで僕口出しちゃいますけど、確実問題で、確実問題だよね、うん、純正バンパーだと多分裏に受けの金具みたいなのがあったりして、ちゃんと強度があるので、あ、うん、FRP にそれをつけていいのか。あ、ボルトの、もっと言えば、そうですね、もっと極端なこと言えば、この紙の裏に、あ、ボルトナッ、ね、はい、ナッターがあって、そこにつけたバンパーは確実についてるのか。まあ、本当にそうです。確実問題ね。そういう話になりますよね。あ、もうここもだからもっとちゃんとじゃあしてくれた方が、まあ、仕事として考えるならしやすいよ ね、 ね、ちゃんと決まってた方がやっぱり整備士目線だとしやすいけど、うん、自分が、まあ、違法改造車には乗ってないけど、それなりのカスタムとか改造車に乗ってるって考えた時に、うん、じゃあ
バンパーのさバランス的にさやっぱ真ん中についてた方がやっぱ車っぽいけど、うん、なんかさ、まあ、だってじゃあインタークーラーがとかさもうちょいエンジン冷やしたいって言ってさナンバーこれ邪魔だなみたいな車もあるわけじゃんね、はいはい、サーキットもね週末サーキット行きますのんちゃんとかそうでしょ、うん、サーキット行きますって時にナンバーがここにあるせいでマジエンジン冷えないんですよっていう車もあるわけなんですよだからあちょっと横にしたいなってなった時にこれはまだセーフでしょ今回のこの方解放角度が方解放で、うん、この位置をこっちにするってのは別に問題になるし、うん、でも角度がこういうのは良くない、うん、でもさこれもさかっこよさ重視もあるじゃん、ね、今までは大丈夫だったそのなんかこうやってナンバーがこうついてるより、うん、こうなった方が全体のバランス的にかっこいいなっていう車両もあったりとかさ、うんうんうん、あとさ、まあ、純正で最初からこうナンバープレートが曲がってるようなやつもあるじゃんあベンツとかのさ、まあそうですよね、やつはさ純正のナンバープレートがもうなんかちょっとへし曲がってるみたいな、うん、そうそうそうランボとかもねあれ純正だったらいいっていう考えなのかな、はい、そうなんですかね何でもさ結構さ純正は OK みたいな甘いところもあるだってフロントガラスに何も出したらダメだけど純正でスピードメーターが出るやつは純正だったら OK ですみたいなもの世の中あるわけだよね社外で後付けはダメだけど、ね、純正だったらいいとかあるから難しいね難しいもうちょい私これ厳しくなってるんだろうけどもうちょい明確にしてくれた方がうちらそういうチューニングとかカスタムする側からしても、うんうんうん、整備士としてもちゃんとした方がありがたいよそうですね悪っていうのが何っていうのを決めてくれた方が車高とか分かりやすいじゃんはい9センチはい9センチ絶対9センチですっていうさそうですねもう決まってますからね絶対9センチ、うん、でこれがじゃあこう斜めのところに止まってたらぶっちゃけ9センチじゃなくなるけど、ね、なんか水平平行のところに止めてる9センチだったら OK ですってこれもう分かりやすいよねうん超分かりやすいだからこんぐらい分かりやすくしていただきたいね、うんうんうん、そしたらもう9センチ以下は悪だけど9ですギリ9です大丈夫ですね悪じゃないですタイヤエア 2.0 で9ですできるわけじゃんだからもうちょいやっぱしっかりしてほしいなイコール厳しいってわけでもなさそうちゃんと読むとうんうんまあ安全面でもねその辺はまあそうだよね考えられて、まあ、だから何を一番重視するって考えた時にかっこよさとかじゃなく周りの歩行者とかをどう守って怪我をさせずに事故をした時に怪我をさせないかって考えた時に、うん、ナンバープレートが端っことかにあると人にぶつかって切れちゃったりとかするからちゃんとした位置にしましょうっていうのは全然そこにちゃんとうちらは従うので、はい、もうちょいちゃんと明確にしていただいた方がいいよ、うん、だって今のところ私の産後も全然全部車検対応なの、うん、けど会社乗ってこないでねって言われるわけ車検対応なのにだからえ、なんかダメなんですかみたいなえ検査員に見てもらっていいですよみたいなえ見てもらっていいですかみたいななんでダメなんですかいや派手だからいやだからこれは全然派手だから派手だからダメって寂しいですね最後全然車検対応なのにやっぱ会社乗ってこないでって言われたりとかするからやっぱ曖昧な部分があるからそうなったりとかすると思うんだよそうですねなんかちょっとこれはねもうちょい掘っていこうかなとかもうちょい角度がダメ角度ダメですね、うん、移動は OK、うん、ただ確実な取り付けそれが純正のところがそれは確実だよね、まあ、例えばメーカーがちゃんとお金出してた、ねうん、受けとかもちゃんとしてくれてるさ純正で FRP なんてないんだからさないですね純正でカーボンっていうケースあるあーそうですねだからそこの問題とかはねだから確実なっていうのを判断するのは検査員っていうのはかわいそうだなって思うなうん難しいですね悩まされますよね検査員ねもしこれ見てる人でさこんな取り付けだったらダメだって言われた人とかがもしいればさコメントくれればぜひ教えてくださいこんな、うん、多分法律的には大丈夫だけどディーラーだったらダメとか、うん、特にディーラーってさこの基準より厳しい社内規定みたいなのが社内の、うんうん、なんか会社の中の規定があってそれがダメだったらダメっていうパターンもあるじゃん、うん、ディーラーってだから国より厳しいんだよね実はディーラーって ね、うん、だから国的には OK だからそのユーザー車検だと OK だけどディーラー持っていくとダメだダメでしたってパターンがあるから、うんでもそこら辺もしさ自分の車でここはディーラーは引っかかったけどその後ユーザー車検だったら OK だったとかもしコメントくれれば、うん、これを見ただけでちょっと分かりやすくなったりとかするから、うん、そうですね私も多分ディーラーダメなんじゃない自分の産後、うん、私大丈夫なんですよえディーラー、はい、私大丈夫かな大丈夫だと思うんだけどね、うんうん、ユーザー車検は全然 OK だけど、うん、ディーラーにはそのしかもディーラーっても会社によってね同じ日産でも大元の会社がやっぱ違うから、うん、あれって、うんうん、そこによってね違うから
そこら辺がやっぱちょっと難しいから、乗る側も整備士側から両方考えて、もうちょい明確に悪というのが分かるとありがたい。悪を明白に、そうそう、明白にしていただきたい。はい、さて本日のまとめはこちらです。本日もありがとうございました。最後に質問をくれた方に一言メッセージをお願いします。あの全然違うことなんだけどさ、はい、なんでのんちゃんだけピンクなん？ありがとうございます。ピンクいただいちゃいました。なんかあるん、そういうの。なんかこれでもいろんな色あるんだよね。みたいです。ちょっとさ、うん、これコメントもらおうよ。うさぎさん何色っぽいとかさ、うんうんうん、これぜひともゆりさん何色っぽい、これもコメントいただければ。これなんかちょっとスタッフの悪を感じた私。ぜひなんか私の色とかちょっとそういうのもコメントしてな、お願いします。ほったらかしです。確かにめっちゃほったらかし。いいね。はい、メカニック TV では整備士にまつわる悩み相談を募集しております。メカニック TV 公式ホームページや YouTube のコメント欄からお気軽に投稿してください。ご視聴ありがとうございました。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。